戦闘休止と人質解放を目指しますアメリカ国務省は2日ブリンケン国務長官が4日から8日の日程で中東諸国を歴訪すると発表しました訪問するのはイスラエルとサウジアラビアエジプト、カタール、ヨルダン川西岸でパレスチナ自治区ガザでの戦闘休止や人質解放に向け各国の高官と爪の協議を行って合意を目指すとみられます